7月10日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、連日暑さのね話がニュースにも飛び込んできます,す、ね、本当そう、ねえー、なんか。 先週1週間のお熱中症の搬送人数が9000人余りだったという、ねいえー、ニュースが昨日も出ていて本当に、えー、生命の危機というような暑さでもありますんで、まあねあのでいろいろ体調管理しながらやっていかなきゃというところなんですけれども。 やっぱ、ね、いろんなところに影響が出ていて、えー、子どもが小学校4年生でしょ、6月の終わりぐらいからプールの授業が、ね、始まったりなんかして<ー>で昔、私なんか子どもの頃っていうのはあの梅雨時期なんかはあの水温が低いんで入れませんとか<ー>気温も低くて確か気温と水温を合わせた数字でなんか何度以上みたいなのがない。 ね、ないと入れないみたいのがあってで結構あの気温水温ともに冷たい中で入ってでみんなで唇の色が紫だねなんて言ってゲラゲラ笑ってたみたいな話があったんですけど、はい、今そうじゃなくてもう暑すぎて。 でできませんととと<ー><う>危険だということですね昨日あの子どあが学校から帰ってきてですねでプールの授業があるって聞いてたんで「うん、どうだったプール?」って聞いたら「いや父ちゃんき今日は入れなかったよ」ってえ、ね、こんなにあったかいのに入れないってどういうことだよ?」と思ったら学校からメールがやってきて夕方ぐらいに。はい、で、えー、猛暑が続いているんで。 水泳の授業の可否は環境省の暑さ指数と、えー、気温温温プラス水温の合計温度から判断していますとでそれで、えー、できると判断した場合でもこまめに水分補給したりとか、まあ、場合によっちゃはもう授業時間を短くしたりとかねして、えー、気を使ってやりますが最も大切なのは、えー、前日の睡眠とそれからあ子どもたちの体調ですということで。はい えー、お子様の体調は保護者の皆様が一番把握しております少しでも優れないと判断した場合は不参加でお願いしますというですねもうなんか二重三重に釘刺されるような感じになってて <laughs> そうかといや、まあ、確かにね、うんあのー、子供自身はピンピンしてて、うん、で大丈夫だよなんて言うんだけど、うん、病み上がりとかの時っていうのは結構こう。 やっていくうちに体調急に崩したりなんてのがあるからそういうことってありますよねそうそうあとは結構蓄積されていきますよねこの暑さによる疲れが本当、うん、ね。 だからやっぱ学校もいろいろなことに気を使いながらやってるんだなっていうのが、ね、よくわかるんですけれどもしかしね暑すぎてプールに入れないと暑いからこそプールに入りたいと思うのは、まあ、我々、素人の考え方だという、ね <laughs> えー、確かにあの熱中症の予防サイト環境省の、ね、サイトの中にあのこの暑さ指数 WBGT というものについてそして、あのー、か各地の、ね、なんか今、指数がどのぐらいになってるかみたいなものも地図上にね プロットされてホームページでも見ることができますんで、まあその辺もちょっと見ながらね対策をしていただければというふうに思います。まあ対策つっ,っても今地図を見るとほとんどのところでおやおやっていうようなね<ー>赤い数字が出てたりなんかもしますんで、はいええー、今日もねぼちぼち頑張っていきましょう。あの気温等々気象に関する情報はまた番組の中で随時お伝えしてまいります。それから先ほどもねあの上野さんのところでもありましたが電車に関する情報が入っております。 JR 東日本によりますと東北新幹線夜間の作業の遅れの影響で現在盛岡駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせております運転再開この後7時50分頃の見込みということでご利用の方ご注意ください、えー、盛岡新青森間上下線運転見合わせということでありますまあ、ぼちぼち東北新幹線も始発が東京駅を出発するということになっておりますがまあ、東京発に関してはとりあえず まずは帝国で出すとは思いますけれどもまあ新青森と盛岡の間が止まっているということになるとまああの北海道の方からね北海道新幹線から来る列車がえ一部遅れが出たりとかまあそういうことになると。 うーんひょっとすると、えー、東京発も少し影響が後々出てくるかもしれないというところでありますが、まあ、いずれにしよう情報入り次第日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩事の OK 工事アップ、えー、学校のプールの話ね、えー、結構いろいろいただいてますね。や 水温とそれから気温を合わせて50以上だったらやったよね確かにそんな数字があったような気がしますね結構あの水温冷たくてもやるんだよ。だからね 今そうじゃないっていう話なんでしょうけどもねそういう考えが昭和なんだというツッコミもいただいておりました確かにその通りでございます、えー、今朝のコメンテーターは明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田泰之さんこの後六6時半過ぎからご登場、えー、まずは日経平均終わり値で初の4万1000円台史上最高値更新という昨日の相場について、えー、そしてニュース7時またぎのゾーンは、えー、都知事選の結果を受けて、まあ、さまざまな人が発言しておりますが 国民民主党の玉木代表が立憲民主党と共産党との連携中止を提案へというニュースが入っておりますそれからあ日本銀行が債券市場参加者会合を初めて臨時開催をしております7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは NATO 首脳会議についてウクライナの支援強化を打ち出す見通しそれからアメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長、えー、アメリカ議会上院の公聴会で、えー、利下げをめぐって いいデータがが得られれば確信強まるととと発言をしたということですそして「ニュースプラスワンのゾーンは靖国神社の落書き事件中国籍の男を逮捕したということそして7時40分過ぎここだけニューススクープアップはモディ首相がロシアを訪問しましてプーチン大統領と熱烈ハグがあったということであります。 この時間最新の株と為替の情報をガイタメコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんよろしくお願いしますはいガイタメコム総研の中村ですよろしくお願いいたしますお願いしますはい、えー、現地9日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて52ドル82セント低い39291ドル97セントで取引を終えましたはい 一方でハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は25.55ポイント上がって1万8429.29となり再び史上最高値を更新しています円相場前の日よりも約45銭円安ドル高の1ドル161円29銭付近で取引されています。はい えー、昨日はアメリカの連邦準備制度理事会、えー、FRB のパウエル議長が、えー、上院銀行委員会で半期に一度の議会証言を行いました、はいえー、パウエル議長は労働市場の過熱が鎮静,さ鎮静化されていることに好感をし示しつつも最近のインフレデータは2%目標への穏やかな進展を示唆さら、えー、なる良好なデータが増えればインフレに対する確信は強まるだろうと。 またインフレが持続的に2%に向かうという確信をさらに高めるまで利下げは適切ではないといった見解を示しました。 市場は先日のアメリカ6月の雇用統計がインフレドン化を示唆する結果だったということから、はい、パウエル議長の姿勢もはとはに変化しているということを期待していましたが、利下げ時期が近づいているという明確なシグナルを示さなかったということで、円相場一時161円台半ばまで下落、その後も161円台前半での推移となっています。うん 今週は明日11日にアメリカの6月消費者物価指数が発表されますパウエル議長のいうさらなる良好なデータを求めて市場の関心は明日のアメリカ6月 CPI に向いていますうんまあね、アメリカどれぐらい利下げするのか、まあ、市場の織り込みとしてはどうなんですか そうですね。あのー、まあ7月の利下げというのはないだろうという,ふうになっていますけれども、はい、市場は現時点で9月そして年内にもう一度ぐらい利下げするのではないかという予想になっています。ほお。まあそれがどのぐらいこうね円ドル為替相場に影響するのかっていうところですよね。そうですね。あのー、市場はもう早く利下げをしたいんじゃないかという、えー、期待を込めているところですので、<ー>まああのー。 明日のアメリカ CPI が市場の期待通りに低下していない場合はまた162円に向けて円相場下落していくのではないかと見ています、はいうん、なるほどわかりました名村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました ここが気になるのコーナーナですスタジオ、長官各紙が入ってまいりましたが、えー、今朝はバラバラの紙面という感じであります、えー、朝日新聞ネットバンキング被害急増不正送金事件、首謀の容疑者逮捕偽サイト誘導個人情報を盗むと。 ということで、まあ、利便性が高いので、ね、インターネットバンキング普及をしているというところなんですが、まあ、それに伴ってなのか不正送金の被害も増えているということで、えー、あります、まあ、あ不正アクセス禁止法違反で、まあ、不正送金グループのリーダーとみられる男を逮捕してということがあったようなんですけれども、まあ、あただ、これも、ね、あのネットバンキングの ID パスワードを使って でえー、大手銀行のサーバーに侵入したなど,などとだからそういった個人情報をこうどうやって守っていくのかと結構、ね、あのメールだとかいろんな形で、えー、偽サイトに誘導してというところで、まあ、そこから、えー、ID だとか個人情報が盗まれてしまうとういうことが、えー、あると、えー、53.3%がメールで21.4%がショートメッセージで誘導されていたというような、ね、統計が出ているそうなんですがいやー確かにですねなんか あの遺産を何億差し上げますみたいなショートメッセージであるとかであとドキッとするのはですねあのクレジットカードが不正に使用されてますよって言ってであのどこどこのコンビニの何々店でこの時間に使用されてますみたいのが来ててでうえっというふうに思って私もであのそのメールの URL をクリックするんではなくって。 その自分の持っているカード会社の ID、パスワードをカード会社のサイトから入って でで使用履歴が確認できるので使用するとあれ、履歴にはこれ入ってないなってそこであこれはフィッシングのメールだったんだねとで改めてよく見ると全然別のこうメールアドレスから来てたりするっていうですね結構、巧妙になってきているってだからあっと思った時にそこであっとクリックしちゃうともうフィッシング偽サイト誘導されてしまうということがあると。まあ 何,何人を置いても一呼吸置くっていうのがこれね、えー、大事になってくるところでもありますけれども、まあ、怪しいと思ったら自分だけではなくて周りに相談するだとかあるいはもう,もう本当騙されるもんだと思ってですね、まあ、こんな世知辛い世の中になっちゃうのも複雑な気分でありますけどもうメールだとか全部俺を騙そうとしてるんだっていうようなところでやっていかなきゃいけないのかなということも、まあ、私も年を取ったなとも思うところでございます。 えー、読売新聞はあ特集記事生成 AI 校というところで死者を復活急拡大というです、ねあのー、亡くなった方の,その写真だとか、ね、あるいは喋っていた口ぶりなどを生成 AI にぶち込んで,です、ね、そして えー、亡くなった方が、あのー、まるで目の前でスピーチしているような映像を作ったということただ、これは著作権侵害にも当たるんじゃないかということで、まあ、中国は野放しになっていてその分生成愛 i の技術が進んでいるんですが、まあ、一方で著名人の著作権の侵害だとかあるいはそれを使っての詐欺というようなものも、えー、懸念はされております。 それから産 k 1面トップ各紙総合面で取り上げていますが、えー、海上自衛隊の特定秘密に関して無資格接触大半がうし状態化か官邸人数不足という記事が出ておりますこれ昨日もここでお話をしましたけれども、えーまあ、イージス艦などで CIC という、ね、戦闘指揮所、まあ、ここには機密情報があるので、まあ、入出する人の資格本当は限られるというところなんですが、えー、それをやっていると、まあ、実際、船が動かないと。 えー、ミサイル1つ飛ばせないということになると、えー、無資格の人も入らざるを得なかったのではないかというようなことが指摘をされております。的、ま、確、あ、性の、ね、評価を受ける必要があるというのはそうなんですけれども、まあ、この辺、そもそもは人数不足だったりとかそういったところも、まあ、根本の原因としてはありそうです。こ,こが気になるでした この時間からコメンテーターの方々ご登場ですえー、今朝は明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますよろしくお願いいたします えまずはあ、昨日日経平均が終値で初の4万1000円台を超えたと、えー、日経新聞、はい、強まる楽観、日米株最高値とこういう一面トップの記事が出ておりますこれどうですか、はい、あの一方で、日銀短観などを見ていますと、うん、各企業、はい、足元の景況感は非常にいいんだけれども、えー、先行きに不安が残ると、うん、お大体、まあ、あの日銀短観って今、景気いいですか っていう単純なアンケートなので、はい、その分、うんまあ、企業の、まあ、雰囲気といいますか、はい、空気感みたいなものを掴むことができると言われてるんですけれどもそういったところ注目するとここ1年ぐらい今は良い、うん、でも先行きはそうでもないっていう。 先行悲観論が支配的な状況なんですねだけど3か月ぐらい経ってみると、はい、いや思ったほど悪くなかったと <laughs>、えー、ですからあ現在の景況感っていうのはずっとこのなんか悪くなると思ったけれども悪くならないじゃん っていう期待錯誤、うんまあ、いい意味での予想外れ<ー>、えー、これが支えている部分があります、うん、で、えー、だからこそですね、はいえー、どうしても、まあ、景気の4番バッターと言われる投資に火がつかないんですね先行きには不安感はあるわけで、はい、ですから、まあ、今回市場、まあ、最高値、えー、続いているわけですけれども まあ昨日のタイミングでいうと、どちらかというと、海外市場、うん、アメリカの株価を受けての、えー、上昇だっていう側面が強いんじゃないかなと思ってますうん確かに、あのう、馬渕磨理子さんがコメンテーターでおっしゃったんですけど、はい、各社、現役予想を来期とかも出してるんだと、はい、はい、で大体現役予想を出すんだけど、途中でで情報修正すするとそうなんです、まあ、これがもうメンタル表してるみたいなもんですか。うん、ですからあの非常にいい、まあ、安全志向 と言いますか<ー>おっかなびっくりで、はいえー、かつ投資をしないわけですから、はい、比較的手元収益は残りやすいんですよねで、えー、これって将来の大きなあまあ問題を生み出すつまりしっかりとした将来向け成長への投資というのが十分行われてないわけです、はい、で、えー、本来であればあこの人手不足状況でありまあまあ足元のまあ 収益が悪くないんであれば、うん、ここは積極的に人手不足に対応する投資というのを行っていくべき局面なんですけれども、それがどうも日本企業、進んでないので、うん、この日経平均の高騰、まあえー、上昇っていうのは、ちょっと危ないところというのも含んでると思ってます、えー、これ、やっぱり30年ぐらいこうデフレが続いてきたとか、そういうことが影響してるんでしょうか。まあ、あとははですね、うんえー、やはり 景気の先行き感で言いますと、はいまあ、アメリカの景気がどのぐらい持つのか。 で、えー、日本国内については、まあ、インフレはだいぶね、沈静化してきたんですけれども、はい、それに伴って今度はあまあ金融引き締めであったり、うんまたは財政の引き締めというのに対する警戒感っていうのも拭えないと思いますうんそうすると、手元にお金残したいった方がいいよねと、うんでも企業もそうだし、家計もそんな感じですよね、はい、でもね、企業については、はい、ここが投資のしど,しどころだと思うんですね。うんうん、で、えー ここからしっかりとまあ人手不足に対応するような機械化自動化システムの改変、はい、または場合によっては人を雇って育成するっていうこういった方向を出す企業がもうちょっと増えてえくることを期待したいと思いますまあ周りがやらないからこそやると効果が出るかもしれない <laughs> そうですね儲かるかもしれない、うんうん、お聞きの配信プログラムは 日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお届けしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしていますまた株と為替の最新情報もお届けしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください 6時52分になるところです日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩司の OK 工事アップ」今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします7時をまたいでニュースを掘り下げる「ニュース7時またぎ」まずはこちらのテーマです玉城代表を都知事選結果受け立民に共産との連携中止提案へ。 国民,民主党の玉木雄一郎代表は昨日の記者会見で東京都知事選挙で立憲民主党と共産党の支援を受けた蓮舫前参議院議員が敗北したことを受け明らかに政権交代に水を差した立憲共産党路線は今回で一つの終焉を迎えたのではないかと述べ 立民と共産の連携は見直すべきだとの考えを示しましたえ近く、立憲民主党の泉代表と面会をして、まあ、関係見直しを求めると明言をしたと。うん まあ立民側、岡田幹事長などは、余計なお世話だと、<laughs> まあまあそう言いますわな、お互いに、はい。まず、国民民主党の党としての位置取りなんですけれども、はい、やはりあのまだまだ立てている候補者の数も少なく、国会での議席占有率もまだまだ,まだな状況です、はい。こういった中で玉城代表が立民共産 のタグをなんとか外そうとするというのは大変よく分かる部分です。つまり今後の選挙において、えーまあ、立憲民主党と国民民主多分、まあ、あの協力はしないと思うんですけれども、はい、少なくとも選挙区の住み分け をやらないと、国民民主党としてはやはり厳しい状況です、例えばまあ各選挙区で立憲民主の候補者が共産党とがっちり組んでというところだと、国民民主党、小選挙区等でつけ入る隙というのがかなり狭くなってしまう、はい、なので、国民民主党としては、立憲と共産をおまあ話したいうん、まま、全くその通あ、まあの、えー まあ玉木さんのやりたいこともわかるんですけれども、はい、その一方で立憲民主党自身が。 共産党なしでもう選挙活動が維持できるんだろうかという疑問がどうしても残る立憲民主党、もともと労働組合をバックにした政党だったわけなんですけれども、えーえー、近年、まあ、まず1つは労働組合の組織率自体が落ちているこれが1つ 1> そしてその労働組合の中でもむしろ国民民主党を なんだったら、特にあの首長選等では、与党系、自民党系の候補者に支援を出すといった活動が続いており、立憲民主党、組織的な選挙活動を維持するためのバックボーンが、ちょっとまああの力が落ちているところなんですね。振り返って でえー、都知事選で、はいえー、都知事選の蓮舫氏については、事前の、まあえー、選挙の投票日前、期日前活動なんじゃないかというふうに、事前活動を,、うん、を疑われることが行為があったり、あとは支持者の一部で、本人は知らないというふうにおっしゃってますけれども、街中にも関係ないステッカー貼って回ったり、えー、っていう、まあ、そういったマナーの悪さ まあ、特に、まあ、が指摘される一方で、はいえー、やはりあの共産党としっかり組んだことがあ、まあ、あの非共,共産党に批判的な人の票を遠ざけたんじゃないかだから今回のタッグがあ悪かったんじゃないかはい、っていう人もいるんですけどただ私ねこれもちょっと微妙だと思っていて実を言うとこれまでの都知事選って。はい だいたいまあ野党系統一候補宇都宮賢治さん、はい、えまあ84万票から98万票で、えー、小池さんも新人だった時鳥越さんが135万票、はい、<laughs> で今回現職相手なんです、うん、現職相手で蓮舫氏が128万取ったっていうのは全然あの。 躍進したとは全く思わないですけれども、はい、そんなにものすごく票を減らしたわけじゃないっていう点も<ー>、えー、注目しなきゃいけないと思います。大体ねあの革新系候補があ都知事選って15%から20%ぐらい取るとで今回18%なので、うん、ーいつもの革新系候補の、はい、まあ いつもの数字なんじゃないと。なるほど。でもうお若い人、まあ学生なんか例えばあの、えー、蓮舫氏がグラビアアイドルだったなんてこと知らないですから。うんうんそうですよね。だからあのこれまでのお20年の政治人生から見て、はい。世の中蓮舫さんは野党をまあと言いますかあの民主とか立憲民主系のおまあ革新系政党のリベラル政党の大幹部。うん の政治家っていう認識ですからそれはいつもの、まあえー、リベラル系政党の候補者と同じ票数になるとだからそんなに、ね、勝ってもないし負けてもないのであんまりその蓮舫氏がとか今回の選挙戦略がっていうよりこのぐらいが普通っていうのをちょっとね、えー、自己認識、まあ、あの野,党野党側というか立憲民主側もこのぐらいって っていうのを、ちょっとちゃんと認識した方がいいと思うんですよ。あまあね、その <laughs> 蓮舫さんの、まあかなりね、討論番組だとか、テレビにも出ていた、うん、出ているというイメージから。 この基礎票プラスオンで不動票を取れるんじゃないかみたいなところがあったけど、うん、そこまでは至らなかったいやいやもうそれはありえないですよだってもう20年間政治活動をやってるんですから、うんえー、そういうなんかブームとか風とか無党派,が無党派の方がなんとなく雰囲気でとかって、はい、そういう政治家じゃないこれはね蓮舫さんにとっては決してあの悪いことじゃなくて政治家になったんですっていうのを、うん、その。 タレント候補だったり有名人候補じゃないんだっていうのを当然まあね把握するべきだって20年間議員なんですから大臣もされましたしそう大臣までされて知名度ねなんとなくてそういう候補者ではもうないんですよああ<ー>いい意味でもうんもっと政策でそう,う,そうですねいうようなことになってくると。 えー、メール X いろいろこう見ていますとスーパージョッキーという単語が出てきて我々としてはね、まあ、90年代の中頃から終わりぐらいテレビを見ていると、うん、特にね日曜日週末というイメージですけれども、うん、確かに蓮舫さんもねそう出てましたね。 朝7時からやる話題ではありません、はい、<laughs> さてあの、まあ、都知事の結果を受けて、本当、与野党ともにいろいろ蠢めいていると、うんん、昨日は小沢一郎さんが、うん、もう泉じゃ戦えないだろうというような、ね、<laughs> ことをおっしゃったりとか、あるいはこれから先、ねえー、自民党の総裁選も近づいてくるぞというあたり、うんまあ、このあたりも、ね、いろいろ注目の人が出てきてますすそうですねうです、えー、いわゆるあの都議補選で、はいえー、自民党、非常に厳しい結果になりました。うんじゃあこの後の後総裁選 でどうなるか、で正直、ですねどの人が出ても今、取り沙汰されているようなメンツで良いのかと、はい、結果としてやはり安定感のある首相というのは必要なんですが、その一方で、若手からしっかりと分かって、まあ、当選で言うと、 2回3回から将来の総裁候補っていうのをしっかり担いでいくこれだけあの派閥が解体されまたはあの足元がガタガタになってる中でえまあ自民党の中の若手組が将来の総裁候補を しっかりと、まあ、当選は難しいと思うんですけれども、まだ、総裁になるのは<う>今回は難しいかもと思、あのー、10年後を見据えたあ、まあ、あの総裁候補というのを自民党からしっかりと出して、えー、これからの、まあ、政権運営、または自民党への支持、立て直しっていうのを図ってもらいたいなと思いますやっぱりこういう組織がまあ危機というか、うん、いうような時っていうのは、中堅が頑張るみたいな。そうです、ね、だからですすねからま,あまさに中 今50代のグループからちゃんと将来の候補者っていうのを次の総裁選で見せてほしいんですね。うん、ーあのー 女ねまあ、これ自民党っぽいといえば自民党っぽいですけれども、はい、あのいきなりねあのなんか彗星のごとく現れていきなり、えー、選挙で勝ってってそう,いう政、まあ、そういう政党じゃないっていうのが自民党の正直いいところだと私は思ってるのでそうではなくしっかりとお顔見せ興行だって、えー、まあ古い話になりますが、はい、小泉純一郎氏とか、はい、え何回総裁選でっうっていう。 だあのね、あの総裁の座を射止めた時も3回目の挑戦で、そうですね、確か森喜朗さんに、あんたこれ負けちゃったら終わるんだぞって説得されたって話があでもね、やっぱりあの将来の、例えばあとはあの高市早苗さんも<ー>しっかりとぎりぎりではあれ、推薦に集めて出たからこそ、将来の総理総裁候補というふうに、やっぱり注目されるんですね。はい、<う>前回のの総裁選の時やっっぱりあの、うん、ちょっとね若手中 権がしっかりと誰かかをぐしも新しい名前を担ぐっていうのを期待したいですよねうん、えー、そして、えー、続いてですけれども日本の足元経済についてこちらのニュースです日銀債券市場参加者会合を初めて臨時開催日本銀行は昨日から2日間の日程で債券市場参加者会合を初めて臨時で開いております 国債の買い入れ額の減額に向け事前に意見を聞くことで長期金利の急騰による混乱を避ける狙いです日銀による債券市場参加者会合は通常半年に一度ですけれども今回初めて臨時でこの時期に行っています まあ前回の金融政策決定会合でまあ買い入れ額減らすよという大方針だけは打ち出してきた上田日銀ですがこれ今後どうなってきま,すはいえまず、クオンタティブイーズニング量的緩和というのは日銀が市中の国債を買うことで日銀保有の国債 を増やしていくって政策なんですね。うん、はい。で、ええー、一方でええー、今も買い入れを続けてるんですけれども、これが減額されると減額されても買ってはいるんですよ。何が起きるかというと、おまあ国債日銀が持ってる国債って順次召喚されちゃうんで召喚されちゃうっておかしいですけど、<笑><笑>満期が来て、はい、ええー、まあなくなっちゃうわけですよ。えー、ええー、え。まあ返済されちゃう。うん。お金は。っていうのと買い入れ額を合わせて。 順減にするのかそれとも順、まあ、横ばいにするのか、はい、プラマイゼロにするのかっていうのが大きな注目点で,でこれは私ここから私自身の見解としては現在の物価動向を見ると今年の後半物価上昇率2%を割り込んできます。<ー>そういった中でその確かに 今、金融緩和をする時期じゃないと思う緩和を強化する時期ではない一方で、えー、積極的に引き締めるべき時期,べき時期でもないので、えーま、この減額の幅というのはある程度モデレートなあーものでやっていく必要がある。なぜかというとう、はい これアメリカ側が今後どうも利下げに向かっていくことが明確になりましたので日米の金利差を考えるとそんなに金利引き締めをどうしても急がなきゃいけないわけでもなくなってきたんですね物価もそんなに上がってないアメリカは利下げの方向だ無理のない範囲でやればいいんじゃないとねえ思いますね、うん。はいあ まあ引き締めたりあるいは利上げをするということをやっても、うん、まあ結局はアメリカの政策待ちみたいになっちゃうんですかね。そうですね、まあ、アメリカがもう利下げしてくれるって言ってるんですからわざわざ日本が利上げを積極的に目指す意義ってちょっっとと減ったと思いますね、うんうんまあ、これによって、まあ、そうすると景気全体に対しても、まあ、中立的であれば良いという感じですか。 か加速する必要もそんなないと思うんですけれども、うんえー、わざわざブレーキ踏む必要もないんですよ、だって物価上昇率高まってないですから、はいえー、ここがあの難しくて、この状況に対して、あのうん、これは今は不況なのだって言ってる人も、今はもう景気がよくて、財政も金融もバンバン引き締めていいって言ってる人も、こういった断言ができる経済環境では今、ないです、<ー>うーなので、正直、この状況を断言している人は、私、怪しいと思うんですよね。うん これ一個だけ気になるのが、個人消費がずっとマイナスのまんまっていうところがありますね、はいはい、ここの手当ては必要ですかそうなんですで、個人消費については、ですね税収があまあ過去最高を大きく記録している、正直取りすぎな面があると、ここが温まってくるのを待って、ここが温まってきたら、明確に後継期なんです最後のワンピースみたいになってくると。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんですえー、まずは気象に関する情報をお伝えいたします停滞する梅雨前線の影響で東北や北陸では明日にかけて雷を伴って断続的に激しい雨が降る見込みです 気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また、あさってにかけて前線が西日本から東日本を南下する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方や東日本ではあさってにかけて、 西日本では金曜日にかけて広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みです今後予想される雨の量は多いところで東北地方と東海、中国地方で150ミリ、北陸地方で120ミリ、九州北部で100ミリなどとなっていますこれまでの大雨により土砂災害や洪水の危険度が高くなっていますのでご注意ください 行政からの情報等も参考にしながら早めの避難と心がけてください駅長に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです NATO 首脳会議ウクライナ支援強化を打ち出す見通し NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が日本時間の今日アメリカワシントンで開幕しました ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、NATO は今年スウェーデンが加盟し32カ国体制となり、この春には創設75周年を迎えています。これを記念し、NATO の存在意義を内外に示すとともに、ウクライナ支援の強化を打ち出す見通しです。11日まで3日間ということ、はい、そして岸田さんも、ね、これから向かうというところです。 はい。で、えー、そのお首脳会議の前日にあたる8日。 ロシアはあえてこのタイミングでウクライナへのミサイル攻撃を行うと、はい、しかも、まあ、どの程度のピンポイント性があった爆撃なのかはともかく小児病院であったりうそういった民生施設というのの破壊を目的にしたミサイル攻撃を加えたと、はいでえー、ロシア側はもうかなりその挑発をエスカレーションさせてきているわけです。 でこういった中で NATO そしてまあさらにはアメリカは明確な形でウクライナの防空能力 とといいうううのののをを高めるる提案というのをしっかかかりと出せどやはりですね現在、まあ、どうしてもこの兵器の供与という側面での支援になってしまっている、うん、でとどまっているわけなんですがそれであれば、えー、どうやってそのウクライナを守るウクライナ軍の、うん、まあ能力を高められるのかを考えながら しっかりその中で日本も協力をしていくできることを全力でやっていくっていう姿勢が、まあ、重要だと思うんですよねうんあのアメリカのサリバン大統領補佐官も、まあ、今回、えー、インド太平洋地域のパートナー国で日本、韓国、オーストラリアニュージーランド招待されてますけど、まあ、このウクライナ支援などの分野で共同の取り組みを始めると、うん、まあ日本としてできることっていうのは、まあ、やっぱ後方の支援だとかそういうことになってくるわけですか。 あのこれは要は日本が同盟国であるアメリカ等に武器支援を行ってアメリカの武器をウクライナに現行の法体制だとどうしてもそれが限界になってしまいますがあの実はこれってあのまあ結構支援してるのとまあ実質は結構近いのでなんとかねえそういった 方方法迂回路を使って、うんえー、ま,まさにですね、えーま、ウクライナは侵略戦争いわれなく他国から侵略されるという,もう21世紀とは思えない状況に、うん、しっかりと単独で事実上立,て立ち向かっているんだと、はい、これをどう支援していくのかというのは今後の民主主義国<ー>自由主義国の在り方を示す面で すごく重要な今あ、戦闘状態にあると思ってますね、うんまあ、岸田総理は、ねえー、今のウクライナは明日の東アジアだということはずっとおっしゃってますもんねでは続いて2つ目こちらのニュースです FRB 議長上院公聴会で利下げ巡り良いデータ得られれば確信強まると証言。 FRB= アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は9日アメリカ議会上院の銀行・住宅都市問題委員会の公聴会で証言に臨みました利下げの開始時期をめぐって直近の指標は緩やかな進展を示しておりさらに良いデータを得られればインフレ・物価上昇率が持続的に2%に向かっていると確信がさらに強まるだろうとの見解を示しました ということで、こうなると、あれ、利下げじゃ近いのか、どうなんだと。ただ、この利下げのスケジュールについては、はい、あ当初、7月、9月11、12、どっちかの3回。うんはい ってていいう,うに言われていたんですね、えーえー、ただ、まあ、ここまで、えー、春から初夏にかけての物価、まあ、動向を見ていて、まあ、7月利上げや利下げはちょっとなさそうな、うん、あ雰囲気になっていたうで、えー、そうするとじゃあ,あアメリカ、高金利状態を続けるのか。 っていうふうに思われているのでパウエル議長も、はい、いやいやと7月は見送ったけれども年内にはやるつもりなんですよと、うん、でそうすると順当にいけばあまあ9月と12月。 ということになる。さらにですね、はい、まこれまだもちろんわからないんですけれども、<え>まあ,あアメリカではトランプ大統領再任の可能性が高まってきました。はい、えー、そうするとトランプ大統領はあの名手の利下げ派です。で、えー、それとも整合的なあ政策になりますし、まあ、金利下げられる状況で、えー、かつ、はい 金利下げろ下げろってうるさい、うるさいっていの, <laughs> あのまあ金利下げろ下げろっていう大統領になりそうだと、はい、いうわけですから、年内2回というのは、まあ現在のところかなり、まあ、 うん、強いコンセンサス予想あコンセンサス予想って偉そうなこと言ってますけれども、はい、これは多くのエコノミストがそう言ってるっていう意味ですはい別にね、はい、何かあのエコノミストがあの合意を取って金融政策が行われるわけじゃないですからねなんですけれどもこの2回の利下げをアメリカがまあやりそうだというのは、はい、これからの日本の金融政策を考える上でも重要だと思いますつまり日本の場合はあ 場合によっては利上げをするっていう選択肢があ,るあった、はい、わけなんですけれどもわざわざ繰り返しになりますが、うん、景気、明確に言ってほどよくありません、うんえー、個人消費は落ち込んでいます、はい、で、えー、そういった中でインフレ率は今年の後半に2%切ってきます要は大したインフレじゃないです。うん、っていう中で日本が利上げする意味ある マーケットなどでは要はあの各社エコノミストとかは日銀も2回利上げやるんじゃないかって言っていますけれども単純に分析者として言うのは、はい、2> 今2回利上げをするのは本当にバカバカしいことだとうんだって必要ないしアメリカが下げてくれるんだもん。結局金利って 日米のの金利差が重要なんですね、はい、でアメリカがもうがんとして高インフレだから利下げできませんってなってたら、うん、まあな上げる意味が私は薄いと思いますけどある程度あったかもしれない、えー、わざわざ2回下げてくれるんですよ日本は動く必要ないでしょうとうですからあ日本銀行この景気のね、はいえー、白黒はっきりしない状態 なんだから、わざわざ積極的に動く必要ないんだって動かない方がいいんですよ。である意味で言うと、こう金融政策においては、動かない勇気っていうのが必要な局面もある、明らかに不況だったら急ぎ、利下げであったり、量的緩,緩和を強化する、やらなきゃいけない、はい、インフレが加速していく状態だったら、そのインフレに対応を、対応を 戦っていかなきゃいけないんですけれども、戦うために利上げをする。なり引き締めるなりと。な今ね、今ね、どっちでもないですよ。はい、ああ。うん、インフレでもなきゃデフレでもないな。まあ、インフレ、まインフレ、インフレなんですけれども、景気、うん、の良し悪しでいうと。景気、はい、企業部門はいいですけれども、そのいいっていうのも結構目線低いんですよね。ああ<ー>。思。

期待錯誤に支えられている景況感ですからあのそんなに確固としたものではないです、アメリカでの状況を受けて日本、慎重な金融政策変更を求めたいですねうん確かにアメリカは1回で0.25%とかがつっといきますけど日本の場合は上げてもですもんそそそそうううう2回やる必要なんかないです。うーん えー、ということで、えー、この時間、FRB 議長の、ねえー、上院での公聴会での話、そして日米の今後の金融政策というところもお話をいただきました。 そしてここで日本放送からのお知らせです、えー、日本放送は今年7月15日に開局70周年を迎えますいつもご愛聴いただきまして本当にありがとうございます,います開局の日を記念しまして様々なイベントをご用意していますもう迫ってきましたね、うん、7月13日今週の土曜日から15日月曜日の3日間はスペシャルイベント日本放送開局70周年有楽町笑顔にナーレステーションを開催します日本放送イマジンスタジオの公開生放送

としてイベントに出演しますで開局の日当日7月15日月曜日は朝5時から夜10時まで日本放送開局70周年特別番組笑顔になれを17時間にわたってお届けします日本放送彩った往年のあの声が復活 はい、しますねえーうん、そしてあの公開での放送ではないんですけれどもえー、この7月15日のこの特別番組の中で朝5時から8時は工事アップお休みで、はい、飯田工事アナウンサーがラジオが報じたニュース70年史を担当しますはい上永雅彦さんとねえ一緒にそして高島秀田さんの声も、ね、出てきますよこの開局記念の特番の飯田さんをトップバッターを飾ることになります <laughs> はい、えー、7月13日土曜日から15日月曜日の3日間は日本放送開局70 10周年有楽町笑顔にナールステーションぜひ有楽町にお越しください。はい そしてさらに70周年を記念していろんなイベントも開催しているんですよね、うん、え横浜日本大通りにある放送ライブラリーでは日本放送70年の歩みを貴重な資料や音源とともに振り返る企画展、うん、ビバラジオ日本放送タイムトラベル70年展ウィズヒストリーオブラジオを9月1日まで入場無料で行っていますそして三省堂書店有楽町店そごう千葉店海老名店の3店舗では日本放送フェアを開催しています日本 放送の関連本、パーソナリティのメッセージ、日本放送関連グッズの販売を行っています。はい、有楽町店、エビナ店は7月31日水曜日まで、総合千葉店は8月11日日曜日まで開催しています。もういろんな情報、さまざまな情報ありますので詳しくは日本放送のホームページをご覧ください。有楽町で週末お待ちしています。待ってます。続いてニュースプラスワンこちらのテーマです。 靖国神社落書きの中国籍の男を逮捕器物損壊と礼拝所不敬容疑千代田区の靖国神社で石柱に落書きが見つかった器物損壊事件で日本在住の中国籍の男が事件に関与している疑いが強まったとして警視庁公安部はきのう器物損壊と礼拝所不敬の疑いで逮捕しました公安部はすでに中国に出国した中国籍の男2人も同じ容疑で逮捕状を取り捜査を進めております トイレと落書きしたという話、うん、まああなどなどというところが容疑というところです。はい、あのしっかり逮捕をしたことはあ重要だと思います。これまでこういった外交問題に関する関わる、はい、まああの犯罪については、ええ、まあただね、えー、まあなんとなくその出国まで待ま で、えーはい、逮捕状というケースが多くて今回もですね、えー、えー、まあ二人三人組での犯行で二人はもう出国済みなんですね。でまあおそらくその今回、えー、まあ逮捕された強、えー うはい、タク,君タク君容疑者、はいえー、については、まあ、日本国内居住であるということで、えー、まあ当然逮捕ということになるんですけれども、えー、これからもこれ、ねえー、しっかりと毅然とした態度で逮捕していきたい、はい、そして、ね、これ自体はね、今回、どの程度お、政治性等を持った投稿なのかというのも、まあ、疑問視されていて、はい、中国国内での反応っていうのも、要はこの日本の、お まあえー、重要な施設である靖国に、うん、え何かをしたあ、まあ、の愛国の英雄みたいな取り扱いがある一方でへーへー要はあの迷惑系 YouTuber でしょっていう,、はい、う受け止めもあって中でもこれを契機に。 まああの日本の中国から日本への入国管理が強まる、はい、ということに対するまあ反論といいますか <laughs> と俺らが観光旅行行きづらくすんじゃねえみたいな反応もあって。 で必ずしもね、えーまあ、かつて、えー、反日運動の機運が盛り上がってたまたは、えー、盛り上げていた時期とは違ってですね、えー、中国国内のの反応もバラバララようです、うんそうね、どう考えても別にのその靖国神社の性格がどうとかじゃなくてーへーへーこれダメでしょって思う人もいてそういう反応も漏れているところが、まあ、別にね、えー 中国共産党の方が、こういった活動というのを高く持ち上げる意図はないというのはわかりますよね。うん、かつての反日デモの時のようにね、翌日にはピタッと収まるとか、そういうようなところじゃない、ね。そう、そういう感じじゃない、どっちかというと、これ、迷惑系ユーチューバー的な部分っていうのが大きいと思いますね。う,ん,、うん、うん、まあ、本当、残り二人に関してもね、<laughs> 引き渡し条約はないとはいえ、<laughs> うん、いや、同時ですよね。はい、ええ、では、続いて、この時間は、ここだけニュース。 モディ首相プーチン大統領と熱烈ハグ5年ぶりにロシア訪問インドのモディ首相は8日5年ぶりにロシアを訪れプーチン大統領と固いハグを交わしましたモデ,ィ氏にモディ氏としては西側との安全保障面での関係強化を模索しつつ長年にわたるロシアとの協力関係も維持したい考えとみられます、うん モさんはいろんな人人とハ、ね、ハググすすする人ででありますが熱烈ハグだそうです <laughs> いやいやもうだってインドですから、はい、インド、はい、あのこのインドについて何かその西側の味方であるとか、うん、あとは中国と国境上の紛争問題を抱えているから、えー、まあ安全保障上のパートナーであるまた経済的なパートナーであるっていう考え方はちょっと、えー。うん まああのー、状況とといいいうのを理解していないと思例え、うんはい、でインドは、まあ、かつてからあそういった側面ありましたけれどもいつも第3極、うん、ソ連アメリカの時にも、はい、第3極の中心国だったわけですが、うん、今度の米中対立の中では。うん かつての冷戦以上に経済的な実力、技術的な能力含めて、第三極というよりも、将来的には米中、インド、うん、 っていう三極構造を目指すことができる国になりつつあります。うんだからあのそういった中で、えー、ロシアについても、はい、ことさら何か特にロシアは何かあのインドと外交上の問題を抱えてるわけではないので、えー、であのー、まあ、遠慮なく行きますよねで特に天然資源についてはむしろインドにとっては。はい インドに売るしかないわけですから、でっかい国にでは。そうですね。うん、ロシアの原油だとかガスだとかというのは。はい。うんんあのー。お得意様。お得意様。うん。ですからこういう流れ続くと思いますし、えー、そのインドの民主主義もディ首相ね、あのー、まあ選挙を経たわけですけれども。はい。 ちょっとまた、あのー、日本の民主主義ともお、まあ、日米とかのいわゆる民主主義とも中国の民主集中制って呼ばれるううタイプの政治とまたちょっと異質な、はいあのー、体制ですので<ー>、えー、まさにですね、あのー、中国ロシア中国イランサイドでもなくううましてやもちろん米国う日本ヨーロッパ、はい、あサイドでもないっていう。 経済圏であり文化圏であり安全保障圏っていうのをまあこれ築こうとしてるんだなって。 っていうのを意識すする必要がありますよね,ね今回、まあ、総選挙が行われて、うんまあ、モディさん、思ったほど取れなかったということが言われましたけど、うん、これもなんか、制度を見ていて、初めて知ったことがいっぱいあるんですが、じゃあ、モディさんの BJP っていう政党が全国的な政党なのかっていうと、実はそうでもなくて地域政党がいっぱいあってみたいな、いやいやまあ、ね、これはね、まさに中川浩二さんにね、うん、しっかり聞くべき <laughs> <ー>、えー、案件ではあるんですけれど うん、その一般的な、えー、日本、えーまあ、アメリカ与党なのか、はい、中国与党なのかとかあそういった形で、えー、把握はしない方がいい。いい でそういった中で経済的にはインド、はい、非常に大きな可能性を持っている国です、うん、そのインドとどういう形でのリンクを強めていくのか、はい、一つ言えるのは、このインド、これから大幅に人材排出していきます。うん、技術系であり、まありま 医療系でありいろいろなあのテック系の分野でた多彩な人材を生み出していくインド、はい、その人材をむしろ日本でどう活用できるのかっていうのをこれからの外交の軸に置いた方がいい。間違えても、えーま、あの一緒にアメリカ 同盟国サイドにいる国だという認識は全く間違いなので一方でじゃ経済的にはって言った時に現時点だと中あのインド日本間その商品財の取引で重要なリンクってほどじゃないどちらかというとむしろですね重要視すべきはこれから排出されるインドの優秀な人材 をどう日本が活用できるのかえやはりですねこれインドのビジネス系の大学院とかテック系の大学院の中ではやっぱり一定数あの将来仕事先として日本がいいって言っている人がいるんですね。 アニメ文化であったり治安であったりあ,、はいまあ、あとはあの、まあ、町国の雰囲気あ単純に言うと清潔さだったりうこういった部分の売りを使ってこのインドの人材っていうのを引きつけていく工夫が必要ですよね,ねで文化面で言うと結構、菜食主義の人が多かったりとかすると、うん、まあその辺のこう食べ物だったりとかもお実はひょっとすると揉めるかもしれない要素だったりとか。 いいろろまだ理解しなきゃならないこと、うん、解像度を高めなきゃならないことが多いいかもしれないですね,そうで,すねですからあのこういった形でどうやって日本の、はい、インド人コミュニティっていうのとこれからのニューカマーとしてのインドの人材っていうのを接合していくかっていうのも大きなななポイントになるんじゃないんでしょうか、うんまあ、今まででいうと、まあ、あの国民議会で演説した安倍さんの存在、うん、まあモディさんと個人的な親しい関係というのも非常にあったわけですが、うん、ここから先、その辺のつながりっていうのをどう 継続していくか、うん、あの重要なのは、ですね<ー>あのインドの西側への窓口、はい、要は米国サイドとの窓口国っていうのは、なんといってもイギリスなんですよ、あ<ー>まあそれはそうですわなと。はい、で、えー、それと同時に、西側への窓口国。 ととしししててて日本がっっかかりとした地位いいいいうのをなないいなければならないですからこれ同盟とかそういったタイプの結び付きの安倍さんとも強固さではなくて第3極の中心国であるインドが第1極であるアメリカサイドとの窓口としてどのぐらい日本を使うのかっていう、えー、感覚で眺めている必要がありますよね。う スクープアップのゾーン、まあ、インドの存在についてというところでありました日本と世界の今が分かる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました 飯田浩二の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください